をやられた試合の技寝技だったんですね。でこの膝の関節あるじゃないですか、ここ、これって基本的にこっちは曲がるけど、こっちは下肢怖いし怖い、膝はこっちの方向には、ね、行ける範囲決まってるんですよね。そうですよね。そうですよね。みんな知ってるよ、みんな知ってるよ。それに対する技を絶対かけさせる、抑え込んだ形になって、こうやって差し込んで、でこのまま足をしっかりとね、まあ、ちょっとこんな感じで、まあ、ちょっとこんな感じで、そうすると足の付け根の膝が来てるんですね、ちょっと番号で、ここの足の付け根をゆっくり出しながらちょっとこうやって上げる。おやばい、おやばい、本当にやばいよ。だから膝を足と胴体に使ってこれ逆パカしてる。おやば、これがこれこんなに効くね。いやこれ本当にいきなりガンなんかやったらマジで膝いっちゃう技なんですよ。普通これ膝十字みたいなやつはこうやってこうやって入ったりまして、こういう方向でやって、まあ、普通に進行するみたいな感じなんですけど、まあ、前回のは上から足取って足の付け根をギー出して、そのまま多分切れちゃう、どのか分からないですけど、全然タップしないといけないです。膝なんてこんな、まあ、前十字、後十字とか、まあ、いろいろ靭帯があるんですけど、硬い靭帯なんですけど、やっぱり方向によってはバチッと切れちゃう技なんですよ。やったことないから警戒してなかったからね。ソナイカーの選手ですからね、やっぱり僕たち打撃系は本当怖いよ、ね、このテクニックや技もいっぱいあるんですよ。これはねめちゃくちゃある。もちろん練習するときはちゃんと環境でやったりとか、まあ、ちゃんと加減しながら怪我しない、これが一番大事なの。怪我したら練習で怪我したら意味ないんです。